はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の後藤でございます。今日は20年一時ベーシック講座の運営管理、これの第1回をお話ししていきたいと思います。講座はユニット制ということになってまして、1ユニットはだいたい15分ぐらいで、この第1回についてはそれが10コマということで、2時間半弱ということになりますかね。15ユニットにまとめてお話をさせていただくということになります。皆さん方はお手元にテキストあるいはレジュメをお持ちになってですね、適宜メモしていくなりしていただきたいと思うんですけれども、初めて学習する方もいらっしゃると思いますんで、あまり入り込まずに、一番基本のところ、ここをしっかり押さえてくださいねという、特に重要だと思われるポイントっていうのを強調していきたいと思いますんで、そこをマークするなりして、一つうまくレジュメにメモをして、あるいはテキストにメモをしていっていただきたいというふうに思います。あとちょっと表現で分かりにくいようなところだとかね、そういうところをお話ししたり、あるいは今後 のより進んだ学習の展開ってこういうポイントだというようなことも織り込んで、できるだけ楽しく、お話をしていきたいと思いますけれども、私だけ楽しんでてもダメなんですけれども。で、この運営管理という、この講座っていうか科目ということなんですけれども、7回あるんですけども、前半は生産管理という分野っていうんですかね、それから後半は店舗販売管理という分野で、この科目は企業経営理論と同じように二次試験に非常に大きく影響してくるという科目ということになります。特に生産管理に関しては二次の事例の3という、製造業の、事例っていうんですかね、それから後半の店舗販売管理は企業経理論のマーケティングと相まって、事例の2ですよね、小売業サービス業の、マーケティングって言ったらいいんでしょうかね、そういうところに関わってくると、いうことなんで、主要3科目のうちの1つということになりますけれども、大事な科目であるというところを、しっかり肝に銘じて勉強していっていただきたいと。で、今回は、テキストでいうとこの第一分野という、くくりですけれどもね、これはお話しするということで、生産管理概論というタイトルがついていますけれども、大きくその学習の領域を見てみるとこの3つなんですね。後ろにありますように、一つは生産管理って何っていうところから始まって、生産管理に関する定義だとか、企業におけるその役割だとかね、そういうようなものをまずお話しすると。その次は生産形態ってこう書いていますけれども、時期だとか品種量流し方、これはですね、生産形態を分類する時の基準なんですね。だから、時期っていうのはいつ作るかなんていうようなことで、見込み生産とか受注生産とかいうような切り口と、その他品種量っていうのは多品種少量化、少種多量化といったような分け方だとか、言ったようにですね、いくつかのこう生産の型の分類の仕方っていうのがあります。これはね、結構大事なポイントなんですね。非常にさまざまなものの作り方して、工場 の管理を主にやるわけなんですけれども、この生産管理っていうのは、でも何を作るかどう作るかによって全然こう作り方っていうのは違うわけですよね。で、そういう意味から言うと最初はちょっとピンとこないかもしれませんけれども、だんだん勉強していくうちにつれて、この生産形態の知識っていうのは非常にベーシックで重要なもんなんだっていうことが分かってくると思いますんで、それまではじっくりと
一つ取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。でその次の生産方式というのは、この生産形態はどちらかというと原理みたいな要素が強いんですけれども、生産方式というのはそこに書いてあるライン生産とかセル生産とか、トヨタが始めた看板方式などのジャストインタイム生産ね、 JIT、こういうようにどちらかといえばこうより現場に近い具体的な生産のものの作り方、みたいなふうにこう見る場合は生産方式という表現をするということで、生産形態のこう延長線上にあるというふうに考えていただけるとよろしいのかなというふうに思います。ということで、この3つを大体扱うわけなんですけども、まずこの今皆さん方ご覧になっているのは第1ユニット、ユニット1ということになるわけなんですけれども、ここではまずこの生産管理の基本機能というところを扱っていきたいと思います。はい、こういうような画面が出てくるんですけど、これは皆さん方のテキストの、8ページにあるんですかね、いわゆるこのテーマの要点のところに概略として、ここで扱っていくこう何ていうんですかね、領域の見取り図みたいなのが出てくるんですけれども、これが入って、それで、テキストの各論の細かいところという感じに、なっていきますから、まずは、この第1ユニットというのはこの生産管理の基本機能のところをちょっとしっかりと見ていきたいというふうに思います。ということなんで、できるだけ画面を大きく見たいんで、私の汚い顔は、この辺でおさらばということにしますけれども、はい、で、ユニットごとに顔は出していきたいと思いますけれども、まずこの生産管理の基本機能というやつですけどね、一つはやはり、生産管理の定義っていうのを、しっかり、見ていくことが必要だろうというふうに思います。生産管理の定義っていうのは、これがテキストの画面ということになるわけなんですけれども、生産管理とはここですね、所定の品質クオリティの製品を期待される原価コストで所定の数量及び納期、これデリバリーっていうわけですけれども、で生産するように組織的に需要を予測して、で生産のための諸活動を計画し統制調整して、ここすごい大事なんですよ。これが管理マネジメントということになります。ということで、生産活動全体の最適化を図ることだ。まだぼわっとしてる感じだと思うんですけれども、こういうこう、定義っていうんですかね、これね、結構試験で出たりするんですよ。で後で言いますけども、JIS というね、日本標準規格、そういうところでこう定義を定めてますんで、試験ではそういう JIS の定義なんかっていうのが出てきますんで、今まだ覚えなくてもいいんですけれども、徐々に覚えていっていただければというふうに思います。ということで、この定義を少し見取り図的に、見てみますと、まず原材料、必要な時に必要なものを必要な数だけ準備すると。で、それを加工すると、いうことで、この加工の概念とか、このところっていうのは、いわゆる生産という狭い意味で言うと、ここを言うわけなんですけれども、原材料に具体的に言うと加工を加えるよということで最終的に製品になると。
で、付加価値の高いものをアウトプットしていく。まあこれは工場だとすれば、まあ生産管理というのは原材料に加工を加えて製品にしてより付加価値を高めて、アウトプットすると、まあ、いうことになるわけですよね。でこの加工の中身っていうのが設計調達作業って言って、まあこれは大きく区分けしたやつで、もっと本当のことを言うと細かく、まあ、なってくるんですけれども、まあこの設計、調達作業っていうのが、まあ、テキストでいうと9ページにあって、で、まあこの具体的な内容というんですかね、を、これからお話ししていくことになりますと、いうことになります。まあ9ページ、見ていただくと、この設計調達作業といってね、いう形の、活動ですよね。これは次のユニットでお話しますけれども、まあこういう加工を加えて、でその際、4M っていうのを駆使しますと。4M っていうのはもうこの原材料のマテリアル、それから、人の手を使うということでマンですよね。から機械を使うということはマシーン。そして、これらを動かしていく方法メソッド。まあこれは、まあ、頭文字取って 4M というわけですけどね、これを駆使して、まあ、生産加工をすると。で、まあ、製品をアウトプットすると。まあ、先ほど言いましたあの生産管理の定義ですけれども、まあ、QCD っていうのは、まあ、ある意味ではこう生産の目標ということになりますかね。で適切な品質、所定の品質の製品を期待される原価で、で所定の数量及び納期で生産する。でこれを最適化したもの、これが生産管理という定義になりますよと。まあ要するに工場の管理ということになるわけなんですけれどもね。でこういったこの加工生産という生産活動をより価値の高い材料生産活動でより価値の高いものに変換していくという活動だと。でそれを計画統制する、これが管理ということで生産管理ということになるんですよと。ということで、この、JIS の定義ですよね、の概念をこうイメージで捉えておいていただければというふうに思います。ということで、まあ、生産管理とは何、まあ、どういうことをやるのというのを、お話ししましたですけれども、まあ、次のこうユニットではですね、先ほどのこう 4M もそうですけれども、あるいは QCD と、まあ、言ったようなもの、まあ、生産管理に関する概念ですよね、まあこれの何て言うんですかね、生産管理の全体像というのを見ながら、お話ししていこうというふうに思います。ということで、まあ、最初のユニットの1は、これで終了して、続きてブレイクタイムの後ユニット2、もう一度生産管理の基本機能を各論を見ていこうというふうに思います。じゃあユニット1はこれで終了します。